こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回も囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。僕の黒番ですね。さあ、お、向かい項目ですね。あ、向かい項目じゃない、喧嘩項目ですね。面白い。お、これはどうしようかな。なんか周作流みたいな打ち方にしてみましょう。さあ、これはかけてくるのかな。まあ、いろんな手がありますね。まあ、右上かける手がね、最近の傾向だとよく打たれたりしますけれども、まあ、そちらでしたら、まあ、こうコスミつけて、こう受けた手が一応なんかハサミも兼ねた手になるので、まあ、この定石を選ぼうかなと思います。さあ、これで、あとはまあ上辺どのように黒としては入っていくかっていうところですね。まあ、白がここで右下何か打ってくるのか、左上閉まるのか、左下かかるのか、どれもありそうですね。あ、それはまた自然ですね。さあ、ここで、まあ、黒もいろいろありますよね。一回でも左上にちょっと打ってみたい感じがしますね。これもやはり、まあ、かかりと、右上の白二つをね、ちょっと攻める狙いも、見ながら、まあ、ここちょっと割っていきたい感じがします。さあ、これに対しては、これもいろいろありますよね。まあ、下つけるのがまあよく打たれるけど、この場合それを打っていいのかですよね。右側の白が弱くなるんでね。お、羽を打ってきたということは、あー、なるほど。それは、まあ一応羽からそのつけっていうのはワンセットでよく打たれる手ではありますが、まあこれは羽ですかね。うん。で、ここで羽返そうということなのかな。うん、なるほど。これが、まあそうですね、よく打たれる手ではありますね。黒も、まあ単につないでおくのか、出ていくのか、まあ次ぐらいですかね。なるほど。でもこれを打っといて白を強化して、左上の黒に何か攻撃していこうという手ですね、白は。まあこれは次ぐらいかな。なるほど。ここに、石を足しといてから心置きなく左上を打とうということですね。あ、当たりも決めましたか。うん。まあ黒は冷静に継いだんですけど、なんか当てとか切りとかやってもいいかどうかわからないので、まあ冷静に繋いでおきました。まあ継がずに左上に先に先行するような手もあったかもしれないですけれども、まあ一応切りは大きいので、まあこれででも白に手を渡してどう来るかというふうに言ってみました。まあまだ白の形もね、これ未成熟なので、あ、打ってきましたか、そこ。まあそれでしたらどんどん黒も我が道を行きたいと思います。まあ白の付け羽を打った形はまだね、薄いですからね、羽出しとかが残ってる形でもあるので、そこも狙っていきたいですね。さあ、黒はここで、そうですね、どうしようかな。一回、まあ、この爪を打っといて、次に、跳ね出していくぞという、考えでね、いきたいと思います。さあ、ここで、まあ、すぐ跳ね出すか、一回これに受けとくかですね。まあ、あと、右下もどうするかですね。右下の黒一子、このまま、放置していいのか。でも、これ、とりあえず跳ね出し打ちたいかな、やっぱり。とりあえずこの跳ね出しが白はやっぱ薄いですよね。まあこれは普通、まあこれ切るのはさすがに全然無理そうなので、普通は伸びになります。で、その時に、まあ下辺をぶつかりとかから破っていくような手もありそうですね。それを決行しようかな。まあこれは普通伸びかと思いますが、長考してますね。伸び以外の手はあんまり打ちにくそうな気もしますが、どうでしょうか。うおー、そこですか。そこですか。そこですか。それはどうしましょうね。これもいろいろあるところですけど、上から切るのもあるし、出るのもあるし、反対切るのもあるし、いやー、これは悩ましいですね。いろいろあるだけに。でもこれ、ストレートに行っても取れてんじゃないかな。ここに切って、まあこれつぶいっての、これで取れてそうな感じなので、まあこれでいきたいと思います。
まあ、これで、まあ、なんか付け越しとか打ってきても全部支えてると思いますので、あ、付け越してきましたね。まあ、出て、まあ、切りに上抱えてて、まあ、下がる手もあるし、まあ、切りには上抱えてても白生きてないですから、それでも良さそうですね。うん、まあこれで一応取れましたので、あとは、うん、まあこれに対しては抱えるか、さ、下がる手もあるし、まあ抱えですかね。抱えで取れてるんで抱えですかね。はい、うん、まあこれには抜くのもあるし引くのもあるというところですが、どっちにしましょうか。まあ引きの方が硬いですかね。どっちでしょうね。でも抜きの方が筋がいいかな。抜きの方がまあ、得なんで抜きで打っちゃおうかな。まあ単純にどっちみち白がね、右上の白が取れてるんだったら抜きの方が取り方として大きいですよね。まあ引きだとですね、後で右側の当たりになってる白石をつないだ後にちょっと黒が絞られる可能性があるので、抜きの方、抜きで打てるなら抜きの方がいいですよね。さてこれは、まあこのコウはそんなに争う必要はないですね。まあ切り取りでしっかり目を取っておきましょう。はい、まあ種石の1個を取っておくような手もありましたけど、まあでも、まあ、切り取りで確実に目を味よく取っていきたいと思います。ここで投了ということになりました。対戦ありがとうございました。そうですね、この号は、うん、まあそうですね、この時にまあなんか切りとかやると引かれて、結局ちょっとね、ここ継ぐんじゃなんかよくわかんないですよね。伸びとか、まあこのすぐ切る手もあるかもしれないし、あとこっちにやってってもね、これは結局ですね、ここに打たれた時に両当たりの形になるので、黒どっかで手を戻さないといけないんですよね。なので、まあ、当てていいかどうかですね。はい、まあここは単に実戦のようにつないで、まあ跳ね出しがまだあるよというふうに言いました。はい、まあここつけてきましたけど、でも自分としてはなんかこっちの方に打たれる方が嫌でしたけどね。この黒石をまずターゲットにしてこられる方が、嫌でしたね。はい、まあ右下の黒はね、いろいろ自在なんですよね。これ、うん、まあまだ手抜きしても、そんなに白に連打されてもね、大きくない形なので、左上の方が大きいんじゃないかなという気はしました。はい、まあここで跳ねられましたけど、まあ普通はまあ伸びですよね。はい、伸びたら、こういこうかなと思ってました。こういく手がこの場合、厳しそうですね。これでちょうど、破れているので、うん、まあこういう作戦だったんですが、実戦は結構一気に、まあ、黒の、まあ、強襲が成功した形になりましたね。はい、ということでちょっと早く終わったので、もう一曲いってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。僕の白番ですね。さあ今回はちょっと2連星でいってみようかなと思います。かかりに対して、まあ、受ける手もあるし、でもここはまあ、小目に対してこういう風につけていくのが13路盤ではよく打たれる手法ですよね。まあ、この下がりも、効いて、まあ、一応ここにかかっていければ、まあ、下辺ね、白十分な幅がありますので、まあ、黒も打ち込んできましたね。さあ、この後がポイントですね。なるほど。これで右下の白2子がほとんど取られている格好ですね。そうなんだよな。右下、なんか先に羽とかを打っとかないといけなかったかな。羽掛け継ぎを先に打っとかないといけなかったかもしれないですね。まあ、こうなって、後から跳ねると、ちょっと丸ごと取りに来る可能性がありますかね。でもどうなんだろう。まだ死んでるとも言えないかな。ちょっと一回ここを受けて、黒の出方を見ましょうか。右下はね、まだ死にきってはないですよね。ただどう動いていくのかが非常に難しいところですね。まあ黒も、まあ右下をもう一回手をかけて取ってくれるのであれば、まあ白も
なんでしょう、他のところに連打できるので十分かなという感じですね。おー、すごいとこから入ってこられましたね。これはどうしましょうか。まあ跳ねるか、まあこれは上から跳ねるか伸びるかどっちかですね。はい、なんとにかく上から行きたいところですね。はい、おお、なるほど、面白いですね。これは白としても、まあ、かなり強いところですから最強に攻撃したいところですね。はい、おお、なるほどね、これは悩ましいですね。これは悩ましい。どうしましょうね。まあ、当てて押さえる形かな、雰囲気的に。雰囲気的に雰囲気的にこうですね。はい、まあこの黒の手は右側のツケと絡めてなんか手にしようという感じなんですけどね。まあそんなに荒らされることはないかな、これで。さあ、これに対しては白はどうすべきですかね。上から当て、ん、なんだこれ、引きぐらいでも受かってるのかな。引きで受けれれば一番いいですね。そっちで受け、ん、いいですかね。これで受け切っていれば一番いいですね。受け切ってそうな気がしていますが、どうでしょうか。うん、これで逆に黒は手がないと、まあ、全部持ち込みになってしまいますので何かやってくるしかないですが、そうですね、まあこれは普通に当たりしておいて、うん、上辺だけでは手がないので、例えばここで左に伸びとか来るのかな。あ、当てで打ってきましたか。そうですね、その左辺をなんか破ってくるような打ち方になりますね。そうですね、これに対して白も受けきれないので、受けきれないというか、こっちを、上をね、取らないといけないですね。あ、でもこれ、裁かれちゃったかな。ちょっと間違えましたね。上辺、当たりで打ったんですけど、やっぱ、次で打たないといけなかったかな、本筋。いや、でも、それも微妙だな。そっか、まあさすがにやっぱり上辺ね、あの黒つけて羽を打ってきたんでね、そこまで先に投資されたので、まあ白も贅沢言えないですね。しょうがないですね。はい、まあこれちょっと羽を打って、羽一発でちょっと渡りを防いでおきましょう。跳ねて、まあ二段バネまでいきますかね。まあ一応ここまでが効く形ではあります。あ、こっちから打つとすっぽかしてくるかな、もしかして。今なら間に合うかなという判断でしたが、あ、間に合いましたね。さあ、まあこれで一応渡りを防げたので、中央の黒がどっかに連絡さえしなければ死んでいる形ですから、この辺にね、白が持たれていった時に黒は非常に受けづらい形ですよね。あ、受けてきましたが、ただこれは、まあ押しも決めちゃおうかな、もう。押しから、まあこれは普通は継がないといけないところですが、あ、そうですね、そっちに来ましたけど、まあただそれはそれで、ここに打ったときに黒はちょっと痺れてそうですよね。あ、全部頑張、ああ、なるほどね。そういう頑張りを見せてきましたか。ここで、まあ白としても、どこから行くかですが、割り込みから行くのがわかりやすいかな。あ、でも出から行く方が良かったな。まあこれはでも手順がいろいろありそうですけど、あ、今割り込みから行くのは手順悪かったな。手順悪かったです。ごめんなさい。これ出た時に割り込まれてしまいますね。手順が悪かったな。あ、でも一応それでもいいか。手順が悪かったな。こっち、なんか今、綺麗な
まあでもこれどっから行ってもね、多分ね、行けてそうなんですけど、最善ではなかったですかね。あー、なんか変な手順だな、これ。綺麗に決めたかったけど、先に出から行けない、行かないといけなかったですね。まあ、どっから行っても切れてはいるんですよ。切れてはいるんですけど、まあ、いっか。はい。まあ、それはね、黒、出て切ってこれないですから、黒石もダメ詰まりなので、まあ、これは頑張っちゃおうかな。まあ、継ぐか。西も助けちゃうかどうかですね。これは、まあ、助けちゃうか。あ、なるほど。そういう形で。ああ、なるほどね。そういうことですか。まあ、黒は被害を最小限に抑えたということですね。まあ、これは切らざるを得ないね。なるほど。まあ、ただこれでまだ下辺もね、手が残ってるので、そこに来るとこの切りから、このツケがありますよね。うん、これで黒はただでは済まない形ですよね。はい。で、まあ、ここでちょっと右下跳ねていきたいと思います。まあ、これで攻めが白非常に長い形ですから、まあ、これはちょっと黒が大変そうな感じですよね。それはどうしようかな。切っちゃう手もありそうだけど、まあ、普通に攻めを勝ちに行きましょう。まあ、これで放り込んでくる手はありますが、ただそれだと、まあ、手数が非常に白長いので、ここに目を作っておけば、黒が手に負えない感じですね。あ、ここで投了ということになりました。対戦ありがとうございました。さあ、ではちょっと振り返ってみたいと思いますが、そうですね、まあ、黒はここで先手を取ってね、右下の2子を取りに行った格好ですが、まあ、ただ、右下の2子はですね、まあ、利かした石であって、取られてもそんなに、大ダメージではないんですよね、白としても。この左の押さえもでかいですからね。うん、これでだから右下にもう一手かけて取ってるようでは間に合わないわけですよね、形勢的に。なので、であれば、ちょっと黒の作戦はどうだったかということになりますよね。はい、あまりこう、右下の後ろにこだわらない方が良かったような気がしますね。はい。まあ、なので上辺殴り込んでこられましたけれども、そうですね、これはちょっと、まあ、そんなにうまくはいかなさそうかなという気がしますね。はい。まあ、一応左側は破れましたけど、上辺だいぶ2打を放ってるのでね、まあ、白としてもしょうがないかなというとこですね。はい。まあ、ここで、逃げてきましたけど、あ、で、まあ、ここで2段までしましたが、これはもちろんね、黒は、切れば、こう切ると。切って取るという形ですね。まあ、一応黒は、上こすんできた手は、逆にこの白の壁をね、攻めてやるぞっていう、狙いの手なので、まあ、今だったら、まあ、受けになりそうかなというふうに思いました。はい。で、まあ、ただね、ここに打つと、やっぱちょっと来るのが大変そうですよね。これで、右下にいっぱい利き筋があるので、うん、ちょっと左上の黒が助からない感じですよね。最後でももっと華麗に決めたかったな、これ。まあ、出から行く方が綺麗でしたね、多分ね。出て、切ってから割り込む方が綺麗でしたね。はい。まあ、これで、こういう風に絞って取れば、はい。これ非常に綺麗に決まってましたね。こっちで決めたかったな。今先に割り込みから打ってしまったので、ちょっといろいろありそうだったので、ちょっと迷ったんですけど、後で出るとこっちに割り込んで、まあ、これでもいけてそうなんですけど、ちょっと、わざわざなんか局面を複雑にしてる感じがありまして。これでも、まあでもいけてたな、多分。これ切って次ぐらいで多分、良かったんですけど、ちょっと違うコースに行きましたけれども。うん、まあただ、いずれにしてもちょっと黒が、ちょっと無理な形にはなってますかね。はい。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。そしてご意見、ご感想、ご質問などいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。